長はとても丁寧に教えてくれるから頭では理解できてるんだけど体がついてかないんだよね。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。うちが相手に。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し。技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。
10人倒す。どうすればいいんだろう。残生覇中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。かなり収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。Thank you.
また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。うちが相手になの意見を聞かせて。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習し。今日は最初の試験だね。試験。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。はっ、はっ、青龍白虎ミルクティー最高くらえ。青龍白虎ミルクティー最高くらえ。合格したんだよね。そうなんだよね。残星波中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。どんな出会いがあるかな。
残星破中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。うちが相手になる。やりますね。今日もかなり収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。10人倒す。意見を聞かせて。今日もかなり収穫があったよ。うち本当にお疲れ。今日は2回目の試験だよ。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。清流逆光ミルクティー最高。くらえ。あ、わかった。仕返し道中。清流逆光ミルクティー最高。くらえ。体力無用。
リュー100個ミルクティー最高くらえ。地下エース50入れ出す。おお、すごい。疎くなさすぎ。青龍百個ミルクティー最高くらえ。敵を終わらせ。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。10人倒す。どんな出会いがあるかな。
残星破中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。意見を聞かせて。やりますね。血が相手になる。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習。残星破中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。10人倒す。どうすればいいんだろう。それはあまりよろしくないですね。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとく。試験の前に最後の試験だね。少し緊張してきたよ。頑張れうち、負けるなうち。よっ。
霊竜百個ミルクティー最高くらえ。悪を払う。いいね。あ、わかった。さあ、行け。やっ。無事なども。青龍百個ミルクティー最高くらえ。おお、すごい。剣よ、我が命じ。悪を払う。青龍百個ミルクティー最高くらえ。期待に応えられなく。悪くないね。ここまで持ちこたえられるなら5。ねえ、スコートをどうやって倒すか、あんたの意見も聞かせてくれない？じゃあそうしよう。実は考えがあるんだ。以前、元凶が悪党たちを倒す方法はたくさんあるけど、英雄になりたいなら自分を高める以外に近道はないって言ったことがある。美月なのか、今のあなたは自分が理想とする英雄に近づいたと思う？もちろん、うちの心の中の英雄はこうするはずだから。もうすぐスコートとの決戦だけど、自分の武術に決定的な進歩を感じられないんだよね。これで本当にあいつに勝てるか心配だよ。短期間で経脈をつないで実力を高め、体を強化してくれる丹薬ってないかな。一粒飲むだけですぐに最強の剣士になれるような丹薬。どうしてないの？紫炎先生の開拓豪強伝に書いてあったじゃん。あの九天昇天丹を飲めば元老ですらぶっ飛ばせるんだから、スコートぐらいお茶の子さいさいだよ。開拓豪強伝に書かれていることに信憑性があるかどうか主は分からぬのか？選手にそんな便利な薬はありません。ですが試合の前に一時的にでしたら体力を高めさせることは可能です。美月、主に松茸流岩山白竹弱糖を作ってやった。これには滋養強壮の効果があって、飲めば全身に力がみなぎってくるはずじゃ。いや待って、主はやめておいた方が良い。この薬膳は効果が強すぎてな。摂取後に多大な運動量で消費しないとかえって体に害をなしてしまうのじゃ。じゃあ先に半分だけ飲んで、もう半分は残しててもいい？万が一スコートに負けた時の回復用に取っておきたくて。美月はそんなに自信がないのか？わしはカンパニーのやつの傷を見て3倍の診察料を取ってやろうと考えていたんじゃがな。メイさんは知らないかもしれないけど、あのカンパニーのメカの攻撃すごく痛いんだよ。痛いのが怖いだけなのでしたら方法があります。この薬はおさなしといって、 15g 服用するだけで人体の感覚器官を遮断し、痛みを感じなくさせてくれます。運気群のいくつかの丹薬にもこの成分が微量ながら含まれているんですよ。
戦場では誰もが痛みに怯えてますので、その痛みさえ遮断できればおのずと勝利を引き寄せられますからね。そんなすごい薬があるんだね。でも何か副作用とかあるんじゃないの？いえ、探偵師での手術でも使用していますので副作用なんてあるはずがありません。ただただ通覚とはすなわち人体の警告信号です。その警告を無視してひたすら戦い続けると気づかないうちに致命傷を負っているという可能性もあります。私が診察した患者の中に決闘前にこの薬を服用して戦いが終わって気づいた時には上半身しか残っていなかった人がいました。ちょっと待って、いいよ、いらない、もう痛くてもいいから。昇級、わしらは考えを出しておるというのに主はずっと黙っとるだけのようじゃが。昇級、おい昇級、美月はもうすぐスコートとの決戦に挑むんじゃぞ、聞いておるのか？ああ、すみません。美月さんが弾薬を使ってスコートを倒そうとしていると聞いたので少し準備をしてました。やれやれ、お二方の医学理論はまだまだ完璧ではありませんね。戦闘能力の向上とは相対的な概念です。一度視野を広げてみてください。敵を弱くしてこちらが強くなればいいのですよ。もしかして妖精の医学には何かうちの助けになってくれそうな秘術があるの？はい、これは妖精戦士派に伝わる異色同源の術における秘中の秘。美月さんに使ってもらうためでなければ絶対に門外不出の代物です。あんたまさかスコートに下剤を？おや、どうしてご存知なのですか？ふむ、どうやら僕の腹の内は探りやすいようですね。こいつと私たちを一緒にしないでください。ねえ昇級、それはちょっとまずいんじゃない？うちらは正々堂々と戦うべきでしょ。やっぱりやめておいた方がいいと思うんだけど。おや、反対されるというのですか？しかしすでに手遅れですよ。モゼがもう行動に移してしまいましたからね。もしかしてさっきスマホをいじってたのってモゼにお願いしてたのね？あんたたち妖精人の行動力には脱帽だよ。ほらほら、もう決戦の時間ですよ。早くスコートとの生死をかけた戦いに向かってください。僕はまだ用があるのでこれにて失礼します。逃げた！あー、どうしよう。美月、矢は放たれた、やるしかないぞ。スコートは私たちが解放しますので心配しないでください。大事に至らないといいのですが。行こう。美月なのか、ついに来たな。この金人港でどれほどお前に人望がないか知らないだろう。人望がないって？何言ってんの？この金人港で元気いっぱいで可愛いナノカちゃんを好きじゃない人なんているはずないでしょ？聞いたぞ。みんなはお前の師匠である元凶と運理を恐れ不満を口に出せないだけなのだと。教えてやろう。さっきとある勇士がこっそり会いに来て
勇敢にお前を倒し、金人口の人々の恨みを晴らせと励ましてくれたんだ。それだけではないぞ。その者は私と部下たちに鍋いっぱいの薬膳スープを用意してくれたんだ。それを飲んで精をつけてお前と戦ってほしいとな。それは本当に情に熱い人だね。もちろんだ。あの薬膳スープはとてもうまかった。白状なラフであれほど胃腸が温まるスープを飲めるとは夢にも思わなかったぞ。もういい、無駄話は終わりだ。者どもかかれ。私たちには住民たちが心を込めて作ってくれた薬膳スープの力があるんだ。絶対に負けはしない。あんたたちあまり無理しないでね。ダメだと思ったらすぐに引いて。お前に心配される筋合いはない。腹が痛い。これはどういうことだ。私もお腹が痛い。まさかあの薬膳スープには本当に何かあるの。卑怯な先囚人め、とにかく持ちこたえろ。まずはこの小娘を倒すんだ。ダメだ、昨日の夕飯が体から出てきそうです。トイレに行ってきます。失礼します。おい、バカ者、逃げるんじゃない。私もダメです。本当にもういい、それ以上言うな。さっさと行ってこい、早く。痛い、目の前に幻が。請求列車が外に向かって走っていこうと。早く戦わせて。己憎き請求列車め、発車させないぞ。今こそ真の決青龍逆光ミルクティー最高くらえ。一発タイム。全体に逆光だ。進出コンビネーションスロー。もう一人前。はっ、10人は相手。もう分かった。とっておきを食らえ。今こそ真の青龍逆光ミルクティー最高食らえ。ペネトレーション、サポートシステム。ふっ、マトリックス的に一発タイム。10人は相手。不意打ちじゃん。今こそ新青龍逆光ミルクティー最高くらえ。10人ふっ。負けだ、私の負けだ。三月なのか。お前は実に卑怯だ。いいから早く、あんたもトイレに行ってきなよ。いや、もうその必要はない。上いや、あんな状態なんだからもうやめてあげて。三月なのか、最後に一言だけ言わせてもらう。
文句があるなら聞くよ。さすがにこれは少しひどすぎたから。お前のことを認める。え？美月なのか。お前は私が出会ってきた中で初めて、私と同じくらい卑劣で恥知らずで残忍かつ無情で手段を選ばない人間だった。そして今回、お前は自分がさらに卑劣で恥知らずで残忍かつ無情で手段を選ばない人間であると証明してくれた。心から敗北を認めよう。いつの日か私たちは本当の友人になれるかもしれないな。カンパニーで働きたいんだったら、私自ら推薦状を書いてやってもいい。あんたは褒め言葉のつもりで言ってるかもしれないけど、本当に怒ったからね、うち。ねえ、あいつが立ち上がれない隙にもう一発殴ってもいい？勘弁してくれ。私にはもうやり返す力もないんだ。ダメ、許さないよ。だってうちは卑怯なんでしょ。誰か、誰か、まだ動けるやつはいないか。早く助けてくれ。美月さん、次は正々堂々戦おうね。うちのアイディアじゃないよ。あの桃色狐が勝手にやったことなんだから。これはせいぜい、せいぜい無差別検討流ってところ。道端で呼び止められて、うちの体は丈夫で100万人に1人の武術の逸材だって言われたんだよ。